みんな集まってんのに。じゃあここでメンツが決まったということかな。あ、夜のナイトレーブンカレッジ、ハロウィン仕様じゃない、久々だな。どっかで一回見たような気がするけど覚えてはいません。あ、ごそごそしてやら、ほら、そろりそろり。シュールだよ。え、これトレイと一緒に来てるってことになるよね。でキリトもいるわけだもんね。よし、誰もいないな。あ、エースはもう何、誰も誘ってないのか、もしかして。お前らも来い、物と立てんなよ。あ、誰だ誰だ、グリム。あ、俺ら、優しい。エース優しい。ちゃんと一緒に行くっていうね、正門まで。抜き足、差し足、忍び足。どこで覚えたんだろうな、忍び足。俺が言うんかい。いや、めちゃめちゃ音をしてる、めちゃめちゃ音してるって。おっしゃ、無事に全員正門を抜けたな。ここまで来れば大丈夫だろう。ふぅ、オンボロリオからここまでズリズリ地面を張ってきて大変だったんだぞ。俺らほふく前進してたの？腹汚れてるね。いいすが、邪魔されたら困る。つうから、誰にも遊園地のこと言わなかったし、隠れてきたけど、本当にこんなに注意する必要はあったのか？ある。うちの学園には頭の固いやつがたくさんいんだから。せっかくプレフルランドのチケットを手に入れたっていうのに、行けなくてもいいわけ？それは嫌だ。俺様遊園地でたっぷり遊んで、ついでに大スターになるんだぞ。ついで、大スターついでなんだ。そうそう。ってやばい、待ち合わせの時間が近づいてる。フェローさんに言われた集合場所はクレーンポートだったよな。港か。え、今から行くの？だいぶ距離歩くない？昨日会った場所より学園から遠い。結構距離もあるし、急いで向かおうぜ。おう、行くぞ神様。任せろ、神は飛べる。あ、早いな、すぐ着いたな。クレーンポートに到着。まだ日の出前だし、暗くてよく周りが見えない。おい、油断して海に落っこちんなよ。だってヨコブン、気をつけろ。お前だよ。お前何度も落ちてんじゃねえか。落ちそうなのは神様じゃなくお前だっつうの。にしてもフェローさんはどうしてこんな場所を待ち合わせ場所にしたんだろう。船で行くとかなんじゃないの？ここってもう船はほとんど来ないし、日の出前じゃさらに人気もないのに。あ、カリムもいるわ。エースの声だ。神様とグリムもいるみたいだぞ。おい、こっちだこっち。カリムは誰誘ったの？やっぱ軽音部かな。あ、カリム先輩、おはようございます。おお、お前らもか。フェローさんはまだいらしていません。遅刻せずに済んでよかったですね。カニちゃんたち遅えよ。他の奴らはもうみんな集まってんのに。あ、俺ら最後なんだ。みんなってジャックとオルトももういるんですか？暗くてよく見えなくて、明かりすごいあるけど。明かりすごいあるけど。ああ、もうついてる。神様とグリムも無事起きられたみたいだな。寝過ごすんじゃないかと心配したぜ。その辺エースが起こしてくれたんかな。どうなんだろう。で、おはよう。バッチリ起きられたよ。おう、おはよう、おはよう。まあ挨拶大事だから。僕らだけじゃないよ。僕とはカリマーラージームさんが誘った人も来てるんだ。え、誰だろう。とりあえずオルトが誘うってことはイデア先輩とか。イテアが遊園地？ありえねえんだぞ。だな、今のは忘れて。面白えな、イデアシュラード。でもそれじゃあ一体誰が？わしらじゃ。一人称わしはあいつしかいねえもんな。リリア・バン・ルージュとその仲間たち全員3年生。うわ、リリア先輩にケイト先輩にビル先輩。まあ、なかなか見ることのないメンツでも、まあ、なんかで見たような気がするけどな、この3人。おはようございます。賑やかな顔ぶれ。全員だ、それはもう。おはようございます、先輩。アスです。おはよう、神様ちゃん。ビル先輩が来るとは思ってなかったから、待ち合わせ場所に現れた時は俺もびっくりしたぜ。ビルシェンハイトさんは僕が誘ったんだ。ステージに興味があるんだって。なるほど。確かにステージ、スターといえばビル先輩だよな。お前がプレイフルランドに行くって話、イデア先輩は知ってんの？最初に誘ったんだけど、兄さんは遊園地が嫌いみたいだから何も言わずに出てきちゃった。オルトが陽キャの毒ガニって止められる可能性が高いもん。いいだろ別に。なんだ陽キャの毒ガって。ねえよそんなもん。陰キャもあるだろ毒ガ。あいつ絶対に行かないって取り付く島もなく断ったんでしょ。兄弟だからっていつも一緒にいたり、何でもかんでも言いなりになってする必要はないわ。うん、まあそれはそうだ。オルトだって一人の生徒なんだから、オルト自身の意見で動くべきよ。えそうだね。ありがとう、ビルシェンハイトさん。兄さんに楽しいお土産話して、羨ましがらせちゃおうっと。
可愛いこと言うて。さ、場所がクレーンポートに変わって桟橋、歯ぎしりするほど。なんだよ、歯ぎしりするほど。ビル先輩の事情は分かりましたけど、ケイト先輩はどうしてここに？昨日探した時は部活で寮にいなかったから遊園地の話はできてないのに。あ、そっか、軽音部ってことはカリム先輩か。そういうこと。カリム君からプレイフルランドの話を聞いてさ、一緒にいたジャミル君は怪しいから行っちゃダメって猛反対してたんだけど、ジャミルがいなくなった後、あんまりにもカリムがしょげているからかわいそうになってきての。親か。リリアちゃんと相談して急遽軽音部の遠征を決定したってわけ。遠征？大義名分はプレイフルランドのステージに出張演奏ってとこかな。なるほどね。二人が一緒にプレイフルランドに行こうって言ってくれて、俺もすっげー嬉しくてさ。俺らが楽しく遊園地で過ごした話したら、次はジャミルもいいな、今度は俺も行きたい、一緒に遊ぼうって言うかもしれないだろ。優しい、全てが優しい。あ、に行こうって。も検温部がもう。だから今日は思いっきり楽しんで、ジャミルが遊びに行きたくなるようなお土産話を持って帰るぜ。あのジャミルがそんなこと言うかしら。まあそこな、確率的には 1% 起きるけど、まあ逆に言うと 0% ではないよね。うん、そうね。1はね、あの数字増えるからいっぱいになればね。0は何か言っても0だからさ。ジャミルの言う通り、確かにこれはうまい話すぎて怪しいことこの上ないが、多少の危険にも飛び込まねば子供はいつまで経っても成長できんからの。カリムを守ろうというジャミルの気持ちもわかるが、たまには冒険も必要じゃろて。若者たちの成長を見守ってやらんと思ったんじゃ。若者、不審に思いつつもお目付け役としてきたということですか。素晴らしい友情ですね。感動いたしました。アズールにも見習ってほしいものです。めっちゃ言うじゃん。あれ、そういえばジェイドとフロイドがいるのにアズールは一緒じゃねえんだな。アズールはただ剣とかただ飯とかそういうので借りを作りたくないって。ああなったら絶対にこっちの言うこと聞かねえから、俺らだけで黙ってきちゃった。オルト君やカリムさんのように楽しいお土産話でも用意して、僕も行けばよかったと歯ぎしりするほど悔しがっていただきましょう。歯ぎしりすんのはアズルのな。実は俺も寮長に黙って抜き出してきちゃったんすよ。見つかったら絶対に首をはねれるから超神経使ってここまで来たわ。またまた、エースちゃんはそんなこと言っちゃって、これは副寮長も気苦労が絶えないね。ん？ケイトは誰に手振ってんだ？あ、なるほどね。どうしたんすか？俺の後ろ見て。って、え？え？困り顔で来るなって。だから、トレイ先輩、いつの間に。いいリアクションありがとう、エース。でもいるのは俺だけじゃないぞ。え？だって、おお、ここか。え、レオの先輩まで。どうしてここに？俺はエースの後をついてきたんだ。昨日リドルに怒られてすごくふてくされてただろ。エースなら絶対に諦めずこっそり外出するだろうと思っていたんだけど、案の定だったな。読まれてら。さ、最初からバレバレだったってこと？え、じゃあまさか寮長も知ってる？まさか。知ってたら今ここにお前がいられるわけないだろ。ドアの開け閉めの音や足音を魔法で押さえてるのは大変だったんだぞ。おー、悪い顔して。ドゥードゥルスートで。わざわざ。悪い兄ちゃんだ。嘘だろ、全然気づかなかった。本当は止めたいところだけどデュースにも相談されたしな。おお、何を？あ、デュース？相談？そう、さすがにお前に悪いことしたかもって気に病んでたみたいだ。優しいなあいつ、めちゃめちゃいいやつだな。ダチとか大切にするタイプだもんな。ふーん、あいつにそんな気遣いができたんだ、意外。どういう顔で言うんだお前。すごく悩んだんだが、エースはたまに驚くほど頑固なところがあるし、割と根に持つタイプだろ。それはそうな。それに関しては俺もだから何も言えんけど。それならバレないようにサポートした方が丸く収まるだろうと思ったんだ。あ、なるほどね。寮の平穏のためにも無事にこっそり戻れるように俺が手伝ってやるよ。できんのか？よかったね、エースちゃん。万が一リドル君にバレてもトレイ君が一緒に謝ってくれるよ。え、それはちょっと嫌なんだ。その時は3人でリドルの怒りを分割するしかないな。俺も？そうだろ。そりゃそうだろ、サボってんだから一応。ケイト先輩もトレイ先輩もあざーす。いざって時は道連れでお願いします。いい先輩を持ったな、エース。バレないように努力してくれ。
つまりトレイ先輩はエースのフォローのためについてきてくれたってことか。じゃあもしかしてレオナ先輩も？なわけねえだろ。その粗末な脳みそはまだ寝てるみてえだな。俺は脳天気なアホどもを止めに来たんだ。俺らのことをかい？おだてられてうまい話にホイホイ乗せられやがって。人を疑うってことを知らねえのか。一応疑ってはいるよしかも来てみたらなんだ、1年と2年だけならまだしも3年生まで大喜びでお出かけの準備してやがる。その大胆でずぶとい神経、羨ましく思えるほどだぜ。そうか、照れるの。褒めてねえんだよ聞かねえよリリアには。なんかあった時責任を問われるのは寮長の俺だ。今すぐ全員学園へ帰れ。余計な手間をかけるな。ビール、てめえも寮長だろうが。ちっとはおかしいと思わなかったのか。バカにしないで。私だって不審に思ってるわ。ステージに携わる者として、そのフェローって男の言葉が信用ならないことぐらいわかってる。なんだなんだこれ。でも私がそれを証明したところで、こいつらが話を聞いていくのをやめると思う？すごい笑顔。もし向こうがオルトの目を欺けるほど演技と嘘が異様にうまい人物、嘘を嘘と思わずに話せるような食わせ者なら、こんな小ジャカたちじゃ相手にならないわ。何事もないように私自身の目で見張るのが一番安全だと判断したの。えいえい、言い訳だけはご立派で。どうせショーって言葉に釣られたんだろう。お前が幻の遊園地のステージの誘惑に勝てるわけがないからな。違うわよ、私は そりゃステージに興味がないと言ったら嘘になるけど。お？なんだ。あ、家出た派手な色して、ほんで、おやおや、皆さん早いお月で。なるほど、こっからプレフルランド行くんだな。よく信じる気になったね。いや多分ね、今一応ユニーク魔法じゃないかと踏んではいるけど、どうなんだろうね。なんか百里出る。おはようございます。いやー、いい天気ですね。百里が出る赤かわいい助けてくれ、百里が出るよ。あ、なんだ。あ、そっか、初めて見るもんね。いやいや、昨日お会いした学生さんたち以外にも賢そうな学生さんたちが、あ、やばい、百里が止まんねいらんいらんいらん、この実況に百里はいらんいやいや、昨日お会いした学者さんたち方以外にも賢そうな生徒さんたちがこう、なあ、ダメだ、この一文も百里で読めなくなってる。おお、角膜いやいや、昨日お会いした学者さん方以外にも賢そうな学生さんたちがこんなにたくさん。おや、こちらもしやライオンの獣人族？これは珍しい。ライオンの獣人族珍しいんだ。いやー、同じ獣人族でもチンケなキツネとじゃ迫力ってもんが違いますね。なあ、ヒデル。しかもそちらはまさか、あのビルシンハイト様で。こりゃ驚き。まさに異次元の美しさ、ファンタスティック、アンビリバボー。ナイトレイブンから一の皆様が並んでらっしゃるというわけ前でも眩しくっても。お前が言うか、お前が一番なんかキラキラしてるよ。その天性の輝き、目がくらんでしまいそうだ。なあ、ギデル、お前もそう思うだろう。どうした、悲しい顔しちゃって。何？眩しすぎて前が見えない？わかる、わかるぞ、その気持ち。なんだ君ら。こんなに素晴らしいゲスト様を遊園地にお迎えできるなんて、強烈至極。俺の生涯の最高の誉れです。あ、かわいい。たじたじよ、3年生が。めっちゃ言うやん、みたいな。困惑してるわ。そうだろうな、俺らもそうでした。こんな男を不審に思わずに信じたなんて、オルトたちの目って私の想像以上に不死やなって思うやん。想像の100倍うさんくさかったエースちゃんたちよく信じる気になったね。用心深そうで肝心なところ抜けてるんだから。もう、おい狐野郎、俺は遊びに来たんじゃない。このアホどもを連れて帰る。またまたそんなご冗談を。あ、耳が片方。ここまで来たのに帰る？せっかくの千載一遇のチャンスを無駄にするなんて、優秀な方ならそんな愚かな選択はされないはず。煽っても無駄だ。てめえは信用ならねえ。幻の遊園地だ。そんなものが存在してるわけがないだろ。怪しすぎるんだよ。まあまあ、坊ちゃん。一体何の心配がございましょう。いや、心配しかないよ、お前の顔。坊ちゃん言われたことねえよな、それ。ああ、もうすぐ日の出だ。皆様、どうぞご覧くださいませ。ん？何を？あ、なんか、ムービー？この素晴らしい。プレイフルランド？ん？日の出？ま、
しい。朝日が。ん？海の方に何か見えるぞ。え、本当だ。あれって。え、どういうこと？プレ、え、なんで？なんで？なんで？どういう、何？もうついちゃったけど。出港とかじゃなくて。わあ。ああ、見た見た。見た見たっていうのもどうかと思うけど。ああ、それそうだよな。移動してないってことだもんね。わあ。おい。おい、神様。お前にも見えてるか？これって幻覚じゃないよな。ああ。信じられないけどな。目の前にあるのって、あ、押すのね。遊園地！ででーん。俺もしかしてまだ寮で寝てるのか？本当に、ケンジの島のクレンポートにいる？大丈夫。ちゃんと起きてるよ。ここは普段通り、もうほとんどが来ないクレンポート。え？あ、海の上にちょっと浮かんでる？そうか、この、ちょっとこの絵だと見づらいんで、ちょっとずらします。この部分、海の上っぽいな。なんで？なんでだ？でもそんな寂れた港に似合わないほど、大きな遊園地が立ってる。これが、プレイフルランドなの？そう、これぞ我らの誇るプレイフルランドでございます。昨日ここら辺通りかかった時には何もなかったのに、一晩で遊園地が完成したってこと？一体何がどうなって、ん？ん？よく見たら遊園地の門まで続いてるのってクレーンポートの桟橋。あ、はい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 、もしかしてこの遊園地は。そう、誰も所在を知らない謎に包まれたプレイフルランド。その正体とは、実は移動遊園地なんですよ。移動遊園地？遊園地が動くのか？ええ、プレイフルランド時代が大きな大きな船なんです。すげえだぞ。あ、本当にすごいや。なるほどね。だからあの時ケンジの島は明日までなんですって言ったんだ。移動遊園地は何度かうちに呼んでもらったことがあるけど、こんなに大きなのは俺も見たことがないよ。はっ、そうでしょうそうでしょう。え、何？呼んでもらった？そっか、そうだよな。普通の人の反応そうだよな。カリム君は特別だから、あんまり細かいところは気にしないでください。わしの知っとる移動遊園地とやらは、遊具といっても小さな回転木馬が政治しちゃったぞ。ああ、そのイメージ確かにあるわ。海外だと移動遊園地結構あったりするもんね。日本じゃまあ珍しいけど、こんなに大掛かりでド派手なものは初めて見る。遊園地は家族で行ったことがあるけど、船っていうのは見たことも聞いたこともないな。ああ、まあでも確かにな。俺もないな。俺もっす。っていうか、船の遊園地なんてプレイフルランドだけなんじゃないですか。確かに、まあそうなのかもね。どこに存在してるのかもわからないというものも納得です。遊園地そのものが移動するのですから。ええ、巷じゃ幻の遊園地なんてありがたい評判をいただいてるみたいですがね。実際のところは、全国を回って皆さんに夢と希望をお届けする移動式遊園地ってだけなんです。蓋を開けてみりゃ何も怪しいことないでしょう。種も仕掛けもなくてお恥ずかしい。いやいや、こんなもん海に浮かべさせられるとかすごすぎ。今まで見たどんな船よりでけえわ。あら、かわいい。おお、こうしちゃいられない。さあみんな、遊園地に行きましょう。ここで話しても時間の無駄。一日を有効に使わなきゃ。あ、もう朝だもんね。空が盛大なアトラクションに美味しい食べ物、それに楽しいショー。プレイフルランドは一日あっても楽しみ尽くせない場所なんですから。よっしゃ、行こう神様。神も遊園地で遊ぶわ。おー、来たか、エントランスプレイフルランドは。うわー、なら、こんなところにマルフェローとギデオンが。でっけー。海外って8番好きだよね。このボール何なの？9ボールとかじゃなくて8なのは何なの？なんかトイストーリーでも俺見たけど、これ。おー、なんかボクシング会場みたいなのがあるぜ。カリブの海賊っぽい。あ、ピノキオのね、クジラに食べられるあのシーンね。遊園地、あ、まあ観覧車ね。まあ、ここ、ちょっと待って。ここミッキーだろ。ファルフェロなってんじゃねえか、お前。ここミッキーだよ。長いな、ジェットコースター。なんかここショーっぽいね。あ、なんか城。なんだ、屋敷あって。ふん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 。最初のエントランス入ってすぐのところの通りね。ん？あ、なるほど。この電車で一周できるようになってんだ。レールウェイになってんだ、ここが。はい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 。ディズニーっぽさもちょっとありつつ、これが船ってすごいな。これ長いな。ジェットコース長いな。しかし。軽率には決められるのってことで。待て。
遊園地の謎が解けたところでベロが怪しいって話は解決していない。あ、まあそうな。そうね、オルト、この話はなしよ。それに他のみんなも連れて帰らせてもらう。おりゃ、これまたどうして？あんたのせい。だってあなた、うさんくさいんだもの。オーベンチャラだけがうまい。いかにも信じちゃいけない大人って感じ。そう、この人ね、学校より遊園地っつってるから悪い大人ですよ。俺らもさすがに気が引けてきたな。下級生の安全を預かる身としては、軽率には決められるの。大丈夫、大丈夫。皆様、何を心配しなさってるんですか。ただ遊園地で遊ぶだけだ。一体どんな危険があるって言うんですか。それに、皆様みたいな有能な魔法師の方々に、俺みたいにチンキな男が何かできると思いで。あ、かわいい。ほらほら、楽しいプレフルランドを前にそんな怖い顔しないで。スマイル、スマイル。この遊園地に怖いものなんか何もありゃしないさ。あ、これ俺らを誘った時にも同じセリフ言ってたよね。ねいつまでチンたら話してんだ。もう待ちきれねえ。俺様一番乗りなんだぞ。いった。一番乗りは譲れない。勝負すんな。待てグリム、走んな、転ぶぞ。あ、待てよグリム、神様抜け駆けすんな。俺より先に行くとかいいだ教授。皆さん置いていかないでください。おお、走ってる走ってる。うんうん、楽しそうな子供たちの声はいつ聞いてもいいものだ。あ、さあさあ皆様もチケットをどうぞ。行くのか。そのビカビカ光る悪趣味なチケットをよこせ。あ、行くんだね。レオナ先輩もやっぱり行くんですね。よかった、遊んでみたらきっと楽しいっすよ。勘違いすんな、俺はてめえらの監視役だ。まったく、しょうがないわね。私もチケットをいただくわ。そうだな、ここまで来てエースたちを残して帰るわけにもいかないし。乗りかかった船ってやつ。ま、プレイフルランドが楽しみなのは事実だし、こうなったら遊び尽くしてやるしかないの。やった、みんな一緒なら絶対いい思い出になるよ。うん、今日は思いっきり楽しもうな。ええ、そうときも悪い顔すんの。んで、あ、ギデルも悪い顔してる。かわいい。そうと決まったら急いで入場ゲートに向かいましょう。ああ、かわいい。悪い顔しててもかわいい。